今度は湖に貝を取りに行くよ。最近は暑いし、水着で泳げるの楽しみ。お店のために頑張ってくれてるみんなのリフレッシュになればいいな。次回第6話、湖に出かけよう。水着着てみんなで楽しい職場です。次回も見てくださいね。